はい、おはようございます。4月15日の朝です。今日はチェンナイからムンバイへ移動しようと思ってます。はい、チェンナイ空港の国内線のターミナルで来ました。とりあえず入るまで2回チェックがあって、まあ搭乗券とパスポートのチェックですね。入ってまたすぐにやるのかよって感じだったんだけど、まあ一応そういうのがありました。で、一応セルフチェックインはしてるんだと荷物を預けるだけなんですけど、ちょっと時間を見てチャレンジしたいと思います。はい、一応無事チェックインできました。またちょっとね時間ありますんでラウンジで休憩したいと思います。はい、ラウンジで休憩中です。ラウンジはね、すごくちっちゃいですね。食事もほんとちょっと軽食あるぐらいで、まあ一応ね飲み物は飲めるんで、ちょっとここで少し休憩してから行きたいと思います。はい、ムンバイ空港出てきました。とりあえず、どうしようかな、近い駅に向かおうと思うんですけどね、20分ぐらいかかりそうなんでね、まあでもしょうがない、ちょっと歩こうかなとは思います。はい、今日泊まる部屋はこちら。牢屋みたいそしてここは Wi-Fi が入らないとって言われた。はい、ムンバイ到着してちょっと外出てきたんですけど、めちゃくちゃ人が多いんだけど、何なのこれ。はい、4月15日、今日の振り返りなんですけども、今日はチェンナイからムンバイに移動してきました。で、ムンバイ来て思ったのはね、本当に人が多いです。めちゃくちゃ人が多くて、本当にね、移動っていうか道歩いてても、歩道とか歩いててもすごい人いっぱいいるし、この今泊まってるゲストハウスの周りとかも、なんでこんな人いるのってぐらいめちゃくちゃ人が多くて、びっくり本当びっくりですね。まあちょっと今日はね、ムンバイの駅、世界遺産なんですけど、その辺を昼と、まあ夜というかライトアップされたのを見に行ったぐらいで、んで明日ちょっと一日またがっつりね観光して、そして明後日にジャイプールの方へ移動するっていう感じになると思いますんで、とりあえずは明日また、がっつりね一日観光したいと思ってます。
ただもう人が多いのと、やっぱり昼間はねめちゃくちゃ暑いですね。その辺がちょっとできついんで、まあどうかなって思いますけどね。とりあえずはね初めて来たので、まあいろいろと見て回りたいなと思ってます。はい、ここからスタートかな。とりあえず登ってくるまでが結構しんどい。あ、これチケットを買うのかな。じゃあ買いましょう。はい、4月16日、今日の振り返りなんですけれども、今日は1日ムンバイ観光してました。でゲートウェイオブインディア行ったりとか、そこからねエレファント島へ、船で行ってセックス寺ですね、世界遺産を見てきたりとか、まあ、他にもブラブラといろんなところ見て、
まあ行きたいところはね、回れたんで良かったかなと思います。ただ今日もかなりね歩き回ってたんで、まあ、相当疲れが溜まってます。でね、早くぐっすり寝たいなと思うんだけども、昨日本当に蚊に刺されて寝れなかったんで、今日はちょっとですね、インドの秘密兵器、このオドモス、虫除けなんですけど、これを購入しました。まあインドの蚊に対応できればね、世界中対応できるんじゃないかみたいなところも、なっきにしもあらず、まあ、ちょっと効果はねどれぐらいあるのかわからないんですけど、ちょっとね足と手に塗ってみました。まあ、もちろんそれ以外にもちょっと対策はしようとは思うんですけど、この部屋に関してはね、本当上部がね開いてて、めちゃくちゃ蚊が入ってくるんで、まあ一応そのオドモスと、それ以外の対策をして、なんとかね今日はぐっすり寝れたらいいなと思います。明日ちょっといつもよりは朝がね早くなると思うんで、ちょっと準備もしつつ明日に備えたいなと思います。あとムンバイに来て初めて日本人の観光客だと思うんですけどに会いました。まあ、会ったっていうか、まあすれ違っただけなんですけどね、日本語聞こえてきておっと思いましたね。でチェンナイの時は本当に観光客って日本人、まあ、含めて本当に全然いなかったんですけど、やっぱりムンバイに来たら少しいましたね。といってもかなり数は少なくて、まあ、ほぼほぼ多分現地のインド人だと思うんですけど、まあ、どこに行っても人はかなり多いです。インド人が観光客っぽい人はほとんどいませんでした。まあ、エレファント島行った時も多分その時間帯で、ね、自分一人ぐらいだったと思うんで、どこ行ってもほとんど会うことはなかったんですけど、ゲートウェイオブインディアあたりで、タージマハルパレスクホテルとかのあたりでちょっとね、欧米人の方いたし、日本人の方も2人ぐらいいたんですけど、それ以外で本当に会うことはないですね、今までインドにいて。なんでやっぱりかなり少ないのかなという印象ですね。まだまだインドも一応ビザとかは必要ではあるけれども、それ以外はね結構緩くはなってるのかなって気はしますけど、まあなんとなくねうまく今いってるんで、このままインド出国までね、うまくいければいいなと思ってます。ということで今日はねこの辺で、終了して、ゆっくり、準備しつつ休みたいなと思います。ということでこんな感じで、おっさんがまったり旅してますんで、興味ある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。高評価やコメントもお待ちしております。以上、最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。